棒どうしよう。あ、ちょ、モップでいいや。あ、やべえ、硬え。硬えな、これ。え、なにこれ、取れない系？うわっ、なんか完全に武装した人みたいになってる。あ、あ、あ、やばい、敵が来た時にこう取れずに死ぬパターン。あー、じゃあ早速川に移動したいと思います。瞬間移動、この前失敗したからな。行きます、瞬間。どうも、調べてみてです。前回スチール雨量こうね振り回したんですよ。マジ暑かった。まあ本当にアフリカの人たちにこう砂漠を投げられてるような気持ちだったんですけど、でなんか俺間違えて明るいとこで撮っちゃってやってしまいましたね、俗に言うね。で暗いとこでねもう一回やろうと思ったんですけど、そのまんま同じことをやっても面白くないと思ったんで、今回はやべえ、飛べそうこれ。おお、危ねえ。はい、マジでーす。今回このドリルの先っちょにこのモップをこうやってつけて、でさらにその先こことここにこのスチールウールを2つつけて、こういうことですね。あ、ちょ、なんか武器っぽいぞこれ。それでは早速作っていこう。針金を切って、はい、いて、まあしっかり巻かなきゃね、ちょっと後々死んでしまう。巻きましょう。オッケー。おーっと、膝濡れた。そしたら針金をこのスチールウールさんにつけます。いいね、あったかそうなマフラーだぜ。うわ、マフラーかっけえこれ。学校行きてえこれ、ね、ある種高速違反だ。そしたらこの針金をねスチールウールにしっかりと巻きましょう。あー、手釣り、いって。オッケー、完璧。おお、武器感がすごい。こういうことですね。弱っそうこれ。ドリルにつけよう。失礼します。よいしょ。あっつ。おお、オッケー、のり巻き感完璧だぜ。で、これをこうつけるということだな。オッケーオッケー、任せなさい。処理事激しいな、今日。いいよ、激しくいこう。おっと、ガムテープの消費量ナンバーワン、引っ越し会社に負けないガムテープ消費量。えーい、見事にくっつきました。え、ちょっと待って、やべえ、これ空飛べんじゃね。もう空を自由に飛びたいな。あー、飛べそう。あー、タケコプターうるせえ、ほんと。これ手で回した方が早いんじゃねえこれ。元は完全にヘリだけど、俺が回ってやるみたいな。絶対手で回した方が早いわこれ。じゃあもう結局手で回していきたいと思います。あー、オッケー。いや、結構げそうこれ。まあ燃えたら飛び込めばね。それじゃあ早速やっていきたいと思います。ついてんのか。オッケー、いきます。うわ、あったか。わっさっさ、あっち燃えてね、燃えてるよ俺。あ、大丈夫だ。おーい、はい。やべえ、コート燃えてる。はーい、なんか悲しいよね、終わり方。